はい、どうも、ジルです。ということで、今回は、プロサカで初心者にしてほしくない失敗をツイッターで募集したので、これを紹介しつつ話していこうと思います。ただですね、今回ありがたいことに300件以上のリプをいただいて、一つ一つ紹介するのはさすがに大変なんですよね。なので、今回は似た意見はまとめつつ、多くいただいた意見を中心に、ジル的にこれは初心者の方に伝えたいなっていうのをまとめたんで、よかったら聞いていってください。またずっとプロセカをやってるよって方でも、プロセカで初心者にしてほしくない失敗があったり、動画内のこの意見には共感できるっていうのがあったりしたら、ぜひコメント欄で書いていってください。前置きが長くなってしまったので、そろそろ本編始めていきましょう。ってことで、プロセカで初心者にしてほしくない失敗、一番多かったのはやはりクリスタルを無駄に使うでしたね。もらった意見としては、300個貯まった瞬間に単発を引く、ガチャを無計画に引く、コンティニューをする、バーチャルライブでコインではなくクリスタルを使う、クリスタルでライブを回復する、推し以外のバースデーガチャを引く、なんかがあって、このあたりは本当におすすめできません。特にガチャはプロセカの使用上10連の方がお得で、かつガチャボーナスや仮天井といった救済機能もあるので、まあ、100連から200連分程度ね、貯めてから回すのがおすすめです。とりあえずどれに使えばいいかわからないっていう時は、とにかく貯めるか、3ヶ月に1回開催されるカラフェスで使うのがおすすめです。チャレンジライブを毎日やらない。マジで最初は重要性が分からずやらなかったり、やり忘れちゃったりってことが発生しやすいんですが、1日1回しかプレイできず、これがクリスタルや素材集め、キャラクターランク上げにめちゃめちゃ重要なので、毎日プレイするようにしましょう。1ライブごとにクリスタルが確実に30個をもらえ、月曜日から日曜日まで忘れずにプレイすると、クリスタルや各種レアアイテム等と交換できる神機能までついています。またチャレンジライブは各キャラごとにハイスコア報酬が用意されており、合計で約9万ものクリスタルを入手することも可能なので、忘れずにプレイしましょう。バーチャルライブに参加しない。ウェルカムライブ、アフターライブ、バースデーライブとかですね。これらに参加すると、クリスタルや思いのかけらなどのアイテムがもらえるのはもちろん、普段見ることのできない正面からの 3DMV を見ることができるのも魅力の一つです。特に初心者だと忘れがちなのが、ウェルカムライブというやつで、1回しか見ることができないので、確実に見るようにしましょう。また、推し決めやどのユニットのストーリーから読むのかの参考にもなると思います。ストーリーを読まない。これはユニットストーリーというよりかは、開催期間内のイベストと過去のイベストですね。ユニットストーリーも読んでほしいのですが、開催中のイベントのイベントストーリーは期間内に読まないとクリスタルをもらうことができないので、期間内に必ず解放して読むようにしましょう。また過去のイベストを読むことで、楽曲の解放に使うミュージックカードを大量に入手することができます。これを全て集めたら、基本的に楽曲解放に困ることはないので、暇な時にでも読むようにしてください。推しを決めない。これはなかなか難しい話で、推しを決めないとクリスタルの使い道が明確にならず、無駄に使ってしまう可能性や、目標がないためプレイするモチベーションが低下するといった可能性があります。またチャレンジライブもプレイするキャラを絞らず、適当なキャラでプレイしたり、そもそもプレイしなかったりすると、無駄にしたクリスタルやキャラクター EXP を後々後悔することになる可能性もあります。しかし推しを決めるのは難しいし、初めてすぐにキャラを十分に理解して決めるというのは難しいでしょう。個人的には初めて1ヶ月以内に全ユニットストーリーを読んでみて決めるみたいなのがいいかなというふうに思います。パッと見のビジュアルで決めるっていうのも全然いいですけどね。とかやってるジールさんは、推しを決めるのに4ヶ月かかりました。思いの準決勝、かけらを無計画に使う。これはかなり意見が多かったです。イベランやキャラクターランク上げで必須なアイテムで、入手も大変なため、ある程度プロセカの仕様を理解するまで使わないようにしましょう。特に気をつけるものとして、準決勝を星1、星2の育成に使う。星1、星2の育成に準決勝はマジでやめましょう。必要量の10倍近くの EXP を無駄にすることになります。せめて使うときは、交換所で思いのかけらに変えてから使うように。次に、思いのかけら交換所でジェムやピースなどを交換する。ジェムやピースは入手場所が多く、プレイしていくと一番初めに余り始めるアイテムです。最初は足りなくて育成が進まなくても、我慢してイベント交換所を活用しましょう。自分に合ってない難易度、曲を選ぶ。
主に難易度選択の話ですね。高難易度、エキスパートやバスターは音ゲー上級者向けに作られているため、初心者がプレイしても多くの人がクリアすら厳しいものになっています。そんな難易度を無理にプレイしても達成感や成長を感じられず、モチベーションが下がってしまう可能性があります。また、マルチで自分のできない難易度を選択すると自分の報酬も減ってしまうし、マッチしたユーザーにも迷惑をかけてしまう場合があるので、マナー的にもよくありません。まずは簡単な難易度から始めて、少しずつプレイできる難易度を上げていきましょう。ただ一部の楽曲は初心者に叩きにくい譜面をしていたり、ハードでも難しい超高難易度楽曲なんかもあるので、それらの楽曲は無理に粘らずに他の曲をやって自力を上げるっていうのがおすすめです。イベント交換所を使わない。プロセカでは1ヶ月に3回、基本的にずっとイベントが開催されています。そのイベント内でライブをプレイした時にもらえるバッジを使い、アイテムと交換できるのがアイテム交換所です。ここではクリスタルや各種育成アイテムをはじめ様々なアイテムを交換可能です。初期のカードの育成にとって必要なアイテムの多くがここで入手できるので、各イベントごとにできるだけイベントボーナスの高い編成を組んでバッジを集め、アイテムを交換するようにしましょう。課金をする、課金のしすぎ。これについてはどのソシャゲでも言えますが、マジでやめた方がいいです。本当にお金が一瞬で溶けるし、一度始めてしまうとどんどん課金額が増えていき、ブレーキが壊れ、とりあえずで数万課金して推しをコンプリートとか始めてしまいます。それどころか同じユニットの同タイプキャラを揃えた上でマスランを貫突させ、一桁ランとか始めちゃいます。はい、ジールさんのお話です。課金額余裕で100万超えてます。成人男性のくせに今の貯金残高数万円ほどで、皆さん課金はほどほどに。もしするならカラフルパスとプレミアムミッションパスが超お得なので、この2つだけに絞るのがおすすめです。練習スコアの使いすぎ。このゲーム育成素材が余りまくる系ではありません。プレイヤーランク400超えのジールさんですら練習用スコアはかなりカツカツです。特にある程度キャラが増えてきた中級ユーザーからの声が多いですね。いろんなキャラを育成したい、すぐにレベル最大で使いたいという気持ちもわかりますが、ライブプレイでも経験値はもらえますし、いざという時に足りないなんてことも発生する可能性があります。練習スコアを使うキャラは数人に抑えるや、星さんには使わないなど、ある程度制限を設けて計画的に使いましょう。はい、ということで今回はプロセカで初心者にしてほしくない失敗を大きく分けて10個ほどを紹介していきましたが、皆さんどうだったでしょうか。いやー、こうやって考えてみると、あの時もっとこうしておけばよかったなーみたいなのがたくさん思い浮かんできますね。個人的にリリース後すぐに謎にマスラン4まで上げてしまったしほちゃんの準決勝を回収したいなーって感じがします。今回ですね、ツイッターでいただいた意見を自分の方でまとめたんですけど、それでもまだね20個以上の意見をいただいているので、また機会があったら動画にしようかなというふうに思います。見てくれた皆さんも意見があったら、よかったらコメント欄で教えてください。といった感じで今回の動画終わっていこうと思います。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。